ランドール・アッシャー・ウォジェ・ハウスキーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、ハーディビル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。愛称は王女。サウスカロライナ州、ハーディビルで誕生後、フロリダ州、ペンサコーラやミシガン州、スターギス、海外のドミニカ共和国やルーマニアを転々として、少年時代を過ごした。 2010年の MLB ドラフト一巡目追保でトロントブルージェイズから指名されプロ入り参加の A-9 オーバーアンダブルゲイズで3試合に登板した2011年は a 級ダニーデンブルージェイズでプレーし25試合に登板して11勝9敗防御率4.7096奪三振を記録した2012年も a 級ダニーデンーでプレーし18試合に 先発登板して7勝3敗、防御率3.57、76奪三振を記録した。2012年7月20日に、JA ハップ、ブランドン・ライオン、デビッド・カーペンターとのトレードで、ベン・フランシスコ、フランシスコ・コレデロ、デビッド・ロリンズ、ジョーマス・グローブと共にヒューストン・アストロズへ移籍。移籍後は、参加の AA 級コーパス・クリスティフックスでプレーし、8試合に、 先発登板して2勝2敗、防御率2.06、34奪三振を記録した。2013年は、開幕を AA 級コーパスクリスティで迎え、6試合に登板して2勝1敗、1セーブ、防御率2.08、7奪三振を記録した。5月に、トリプル A 級オクラホマシティレットホークスへ昇格、22試合に登板して9勝7敗、 防御率3.56、44奪三振を記録した。オフの11月21日に40人枠入りを果たした。2014年はトリプル A 級オクラホマ式でプレーし、15試合に登板して4勝4敗、防御率4.74、59奪三振を記録した。ヒューストンアストロズ時代2015年は開幕ロースター入りし、4月9日の クリーブランド・インディアンス戦で先発してメジャーデビュー。この年は5試合に投げ、うち3試合で先発登板した。しかし打ち込まれ16.1イニングで13失点、防御率7.16という内容だった。2016年5月17日にディーフとなった。2016年5月24日にウェーバー工事を経てマイアミ・マーリンズに移籍し40人枠に入った。 状態で A90 ピターハンマーヘッズに配属された。7月16日に d フとなった後、19日に40人枠を外れた。オフの11月7日に FA となった。2016年12月12日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2017年4月20日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級。 ルイビルバッツへ配属された。5月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のコロラドロッキーズ戦で6回表から3番手として3.2回を無失点に抑え、その間に味方が逆転してメジャー初勝利を挙げた。6月18日にディーフとなり、20日にマイナー契約でトリプル A 級ルイビルへ降格した。 7月2日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは25試合に登板して4勝3敗、防御率6.50、64奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から、外れる形で、トリプル A 級、ルイビルへ配属された。2017年12月1日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。 2018年は開幕から参加の AA、A、級のオーフォークタイズでプレーしていたが7月18日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した2018年7月25日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ加入後は参加の AA、A、級シャーロットナイツでプレーしたオフの11月2日に FA となった 2019年2月14日にインディアンスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでプレーした。2019年7月1日に金銭トレードでオリオールズへ移籍した。翌日の7月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 2020年9月17日にィーフとなり20日にマイナー契約となった。2021年1月21日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。